こんにちは。こんにちは。昨日ぶりですね。元気にしておりますか？今日もお家で握手会は、花は明日でしたね。昨日なんか明日かなとか言ってけど、やっぱり明後日になっちゃった明日です。皆さん見てくださいね。12時だった。第3部です。久しぶりに見れたって、よかった。もう今から並んどこうだって。並んどいてください。お家で握手するとき緊張しました。なんかね、わかんなくなっちゃう。結構ね、何回か撮り直したのかな、わかんない。難しかったです。でも普段ってどんなんなんだろうって、あんま考えないからさ、普段の握手ってさ。だからさあ、誰が一番最初に鍵開けをしてくれるのかしら。ループしてもいいですかって。どうぞ。NG を消したもん。見たくないからすぐ消しちゃう、そういうの。寝坊する予定なのでって、12時だよお昼だから寝坊はしないでください。9時ではないですよ。皆さんが花のおうち握手に来てくれることを願っています。行くつもりないのにみんなの握手会に行ってしまうだって。ダメよダメよダメよ。 iPad 抽選はありますか？今回はおうち握手ということでないでございますですが、何回もループすることができますので、ぜひぜひループをたくさんしてくださったら嬉しいです。マジで何回もループできるよ。頑張ったらもう1億ループもできちゃうからって思ったらめちゃいいですね、おもちゃ握手は。でもなんかさ、撮ったもののさ、やっぱ自分では見たくないからさ、すぐ携帯からは消すわけよ。だからどんなん撮ったかさ、ちょっと思い出せないわ。 DD 極めそうだって悲しいね。4兆ループしますだって。もう覚えちゃいそう会話お昼だからちょうどいいですね。明日はみんなが寝坊しなくて済むよ。ちゃんと起きてる人が、ちゃんと起きてればの話だけど。ちょっとテレビの音が聞こえちゃいますね。あ、知ってる。筋肉食と花、王様のブランチ大好きなんですよ。王様のブランチ
なっちゃんのサイン頼んでたけど、花ちゃんのサイン入ってたって。それってやばくない？それって言えるのかな？だって絶対なっちゃんのサインの方がいいでしょ。なっちゃんの欲しいのに。それって大丈夫なのかな？言えないのかな？どうなんだろう。ああそうなんだ。報告したら大丈夫だって。松岡違いだって。申し訳ございません、皆さん、違う松岡のサインが届いてしまい申し訳ございません。すみません本当に。でもよくあるんですよね、やっぱ松岡だから並んでると、並んでるんですよ、ま、文字がその購入するときに。だからなんかあのなっちゃん間違いで花の握手来ちゃ来ましたみたいな時もたまにあったりするんです。そうスタッフさんがね本当に多分手作業でやってくださってるので、うーん、なんとも言えないんですけれども申し訳ございません。あ、この際に両方押そうというあのコメントが来てくださっているので、この際両方押そうという意見はどうでしょうか。どうでしょうか。ねえ、これを機にファンになるというのはどうでしょうか。俺は二人とも行くから大丈夫だって。ウケる。あ、注文通りはなちゃんのサイン来た。でもどうなんだろう、言えるのならいいんですけれども、賛成多数で可決します。どちらも欲しいって。あ、チーム奇変推しだそうですね。じゃあ大丈夫なのかしら。雨降っ、なんか雨の音さっきしたんですけど、雨が降ってきた。なんかさ、花いつもなんか声が震えた。土日にこうお昼に配信することが多いんですけど、お昼は、お昼は土日はなんかいつも天気悪い気がする。思わない？なんかいつも土日天気悪い。ねえ、先週も悪いですよね。雨女じゃないですよ。雨女ってさ、ないよそんなの。そんな雨女とかはありません。天気の話をしがちですね、花は。雨女、雨女でもあるのかな。首が痛いの、ずっと最近ここがね凝ってる。多分携帯とか見すぎだよね絶対に。だからね、ネックピーラーをね家でつけてるの。こうやってこうやってやってた。寝違えてないですけど、ね、多分テレビじゃないや、携帯かなんか見すぎでなってますね。首が痛い。スマホ首っていうの。ばあちゃんやんだって。スマホ首なんて言うんだ。
最近早寝早起きできても、もう早寝早起きすぎてますよ私は。早起き、あ、でも今日はなんか5時ぐらいに目が覚めたけど、また寝てって感じ。何時起きたんだろう、忘れちゃう。7時くらいかな昨日。でも本当に最近は12時前に寝ちゃう。なんかもう9時ぐらいにはなんかもうやること終わらしちゃうんですよ本当に。9時くらいにはやることを終わらせてしまい、で、まあ、SNS とかやりつつで、画面見すぎてもうなんか頭痛くなっちゃうんですよ。で、なんかもうテレビもなーってなって12時前に寝ることが多いです。昨日12時前にお母さんから LINE 来てたんですけど、それすら見てなかったの。寝落ちはしないです。健康的な生活見習いたいですって。見習ってください。見るのやめたらいいだって。いや、見るのさやめたらさ、することがさ、ぼーなんかぼーっとするしかないじゃないですか。わ、美味しそう、アサイーボウルだって。アサイーボウル大好き。仕事なのに昨日も4時まで人狼してたって。人狼好きだね。もうしばらく人狼してないよ。中学生ぐらいですからって。20歳です。スムージーは作ってます。昨日はね、いちごを入れてみました。美味しかった。あときな粉もちょっと入れてみたりした。きな粉がお家にあったので。アサイーボウルってどんな味？どんな味って言うんだろう。確かに味どん、なんかでもアサイーボウルってそのちょっとグラノーラとかなんかそのフルーツを混ぜて食べるものだから、なんかそんなに味が分かんないかもしれない。でも冷たくてキーンとしますね頭が。どんな味って言うんだろう。ちょっとシャーベットっぽくて、でもブドウっていう味でもないし、分かんない。難しいです、例えるのが。でもなんかアサイーボウル食べるの、アサイーボウル大好きなんですけど、なんかアサイーボウル食べると胃もたれするんですわ。なんでって感じじゃない？変だよね本当に。なんかそんなさ、油っぽいものでもないのに。だから多分花はアレルギーなのか、なんかそういう系があんま得意じゃないのかもしれない。でも大好きだから食べちゃう。大好きだから食べちゃうんですけど。で、昨日久しぶりになんかその地元のお友達から連絡が来て、すごい、また約束しました、絶対旅行に行こうねっていう。なんかやっぱこの時期になるとしたいこととかなんかもうすごい出てくるじゃないですか。だから余計に絶対に旅行行こうねっていう。地元のダンスのお友達なんですけど、ダンスのお友達6人くらいと仲良しなんですよ。で、そのもう毎年会ったのかな、毎年なんかご飯とかなんかディズニー行ったりとかしてたんですけど、みんな優しいんですよ本当に。この話は聞いてほしい、本当に優しいんです。なんかやっぱ花ってさ、福岡にいることが多いから、その急遽さ行くことが多いんですよ東京に。で、急遽お休みになることが多いから、その急に言っちゃうんですよやっぱり。このここの日空いてるんだけどみんなどうって言ったら、もうみんなバイトとか入ってるのに、入っちゃったりとかしてるのに調整してくれて会ってくれたりとかして、本当に優しいの。だってできる、そんなことって思っちゃう。だからいつもいつも感謝をしている。バイトとか大学のなんかサークルとかがあったりするのに、いっぱいいちいちなんか合わせてくれて会ってくれるんです。花に優しくない？本当に感謝感激よ。
めちゃくちゃ優しいでしょ。でなんか最初その福岡に行く時もディズニーに行ったんですけど、福岡に行く前にその時もなんかサプライズでね人形くれたりしたんですけど、なんかその時鼻熱中症みたいになっちゃって悲しくない？そのディズニーで暑すぎて熱中症っぽくなっちゃったなっちゃって、最後の方もう具合悪くなっちゃったんですけど、こう写真となんかぬいぐるみみたいなのをくれて今もお家にあります。優しい、みんな優しいしね、もう最高に面白いの。もうギャグ性高すぎってくらい面白い。でしかもさ、やっぱそのまあ高校生をさ存分に放って味わってないから、そう高校生時代のなんかお話、そう青春時代の話とかをすごい話すのが話してくれるんですけど、それがもうめっちゃ好きめちゃくちゃ好き、すごいね話してくれる、聞くのが好きなの。それを絶対に旅行に行きたい。友達と旅行行ったことない、お母さんとしか行ったことない。これはネクピーロです。ネクピーロで遊んでましたでもいつかは絶対海外に行きたいな。一緒に優しいよねみんな。でもその子たちはね一回見に来たことがあるんですよ。あの地元でやった時があって、あのツアーでね、でその時に見に来てくれたんだけど、泣いてました。終わったら花って言ってありがとうって感じだよね。本当にもうなんか感動したよって言ってくれて、多分その時初めて見たのかな、花の歌って踊ってる姿を生でそれでめっちゃ感動して泣いてました。優しいよね、いいよ友達よ、会いたいですよそういう人たちにも。自慢のお友達ですね、優しい優しい。でなんかそのまたそのお友達の話なんですけど、そのお友達の中で花が一番小さかったんですよ。もう一番ちびっこだったんですけど、なんと一番でかかった子が一番下になり、花は上から3番目ぐらいになってました。気づいたらそこも面白いよね。小学生からお友達だったから、小学生くらいからずっと一緒だったから、ありがち。花ちゃんに会いたくなってきた。だって会いたいよね、いつか会える日が来たらいいけど、その日がいつ訪れるか願うしかないね。そんなのありますよね、なんかなんていうの、あるあるみたいな感じじゃない。逆転王子様、逆転王子様、見かけは悪いけど、あそうだね、明日会えるね。明日はお家で握手会ですから。みんな可愛かった、ちょっと見たけど、なんか恥ずかしいよね明日明日自分のは見たくない、やだ。これからお仕事だって、頑張って、無理はしないでください。握手待機中だって。今はねまだ、今はまだ早いですよ。明日ですから、明日の12時ですから、みんなは起きてる。多分明日もね、明日も日曜日だからお昼にしようと思うんですけど、ショールーム12時から。だからその時にさ、みんなの反応を見ようかなと思うわ。じゃあそうする。自分では見ないけど自分では見ないけど、みんなが反応、どういう反応をしてくれるか。みんな12時見に来てね、ショールーム。明日もお昼12時にしようと思うから、自分では見たくないよ
はあ。え、花敬語だったっけ？え、ちょっと待って、自分でちょっと待って、花マネージャーさんに送ったのが見れるかもしれないけど、見たくない。いや、多分ね、タメ口だったと思う。多分。わかんない。わかんないけど、まあみんなが喜んでくれたらそれでいい。めっちゃわかんない、わかんない、わかんない。へえ、嫌なんだけど、ちょっと恥ずかしいね。だってさ、握手会なんてさ、その来てくださった人が楽しめればいいと思ってるからさ、もう気にしないわけじゃないですか。普段自分がどういうさ、あれをどういう対応をしてるっていうかさ、どんな顔してるとか。だから嫌だよ嫌だよ嫌だよ、恥ずかしい恥ずかしい。はあ。やだね。え、わかんない、どうなんだろう。はなちゃんのマネージャーさんはどんな人ですか？だってマネージャーさんはチームに一人しかいないから、個人のマネージャーさんはいません。なんかね、最近その体温を送るんですよ、毎日朝と夜に。でなんかそのなんかそのマネージャーさんもさ、ちょっと前髪が、何人もさ体温、何人もの体温をさ見るのは大変だろうと思って、ちょっとだけ絵文字で遊んでる、いつも何度って送ってよろしくお願いしますっていう絵文字はいつも書いてる。そしたらマネージャーさんも一緒に乗ってくれてる。なんか今日はリンゴとか、今日はヨットとか、おにぎりとか送ったらチーズとか書いてきますよ。でもたまにね、あ、それもめんどくさくなってきてるのかなってたまに思う。マネージャーさんも同じやつがね連続できたりしたら、わらわら面白いでしょ。マネージャーさんも大変だ、だって大変だよね。花忘れちゃうか、いつも体あの目覚ましてかアラーム鳴らすようにしてるんですよ、体温計の時間って。だからさ、マネージャーさんとそれ知らないからさ、なんでこの人はこんな正しい時間にいつも送ってくるんだろうって思うよね。だって絶対忘れがちじゃん。今すっぴんです、正座してる今。A 型やな、だって本当にわかる。なんか最近本当になんかその自分の血液型が分かってから、あ、自分って本当に A 型なんだなって思うようになったっていうか、なんかわ A 型ってめっちゃ思う。なんかてかそれ意識しちゃってんのかなとかちょっと思っちゃうよね。でもやっぱ A 型なんだろうなって思う。部屋も綺麗にしてる。リミカちゃん好きです。こないだ LINE しました。リミカちゃんに会いたい。血液型を信じてないだって。まあそうだよね。普通あんまし、どうなんだろうね。難しいよね、血液型って。うちの犬の名前はなちゃんです、だってお揃いですね。お、なんかワンちゃんとかさ、猫ちゃんとかさ、はなって名前多いですよね。なんか昔隣の犬の名前はなちゃんだった。
思い込みは8割だって、血液型の。まあ確かに、なんかそういう説、そういう説っていうかさ、 A 型はこういうタイプですみたいなのをさ、結構あるじゃないですか、ネットとか出てる。めっちゃ共感するけどさ、なんか違う血液型のやつを見たらさ、あれってなるよね。あれ花こっちかなって。ねえ、ありますよね結構。なんか手は大きいですか、これくらいです、手のひらはそんなに大きくないからこのくらい、わかんないよね、このくらいって言われてもこのくらいです。ウーパールーパー、指が綺麗です、だってありがとう。これはお父さんに感謝ですね。お父さんが指が長いです。なんかすごい指が長くて綺麗なんですけど、そこは見ました。そう、お母さんがお母さんにいなくてよかったねとか言ってた。イエーイ。サンヒクリの生自身花ちゃんでした、だってやったね。結構漏れてるよ。漏れて、あ、生写真発売だよ今日、みんなゲットしてね。もう片しちゃった昨日見せたやつ。お母さんの指短いのだって。いや、お母さんの指普通ぐらいなんですけど、あのお父さんが指長いから。え、今日だよね確か、自分で選んだやつ。ランダムなんだって。いいじゃん、ランダムでも全部可愛いって言ってよ。楽しみにしててね、何が当たるか。グループショップで買えると思います。欲しいって、先週頼んだよ、だってありがとう。チームは選べる、あ、そういうこと？チームは選べても誰が来るかわからんってこと？そういうことですか？花は選ぶことはできないってこと？あ、そうなんだ。なんだ、じゃあ誰でも嬉しいじゃんそんなの。でもみんな可愛いよ。だってさ、自分で選ぶってことは自分が一番いいと思ってるものを選んでるから、全部可愛いよ絶対に。それはそうだよって思わない？だから誰が当たっても嬉しいよみんな。T2 選んでね。T2 を選んでね。てか全部選べばいいじゃん、チーム。チーム5全部 H、K4、T2 って。T2 みんな集めたいだって、優しい。じゃあみんなでどのぐらい出るか。あれだね、いつ、どの期間で出るか。みんな当たるまで買うのかな。なんか。ゲームみたい。トレするって何？ファンの人と交換するってこと？あ、それめっちゃいいね。ってこと？そういうこと？そういうこと？自分ではもうあれ、もう買うまではやらない、当たるまではやらないってこと？なんかファンの人って仲良しだね。ファンの人って仲良しじゃない？こうやって交換しましょうって言い合える仲ってことでしょ？仲良しじゃん。しかも優しいし。なるほどね。じゃあ花、優しい人が花のを持ってたらいいですね。
好きなものが一緒だから仲良くなれるんだっていいですね。まあそうだよね、はなちゃん出たらみんなくれるって優しい。送料が高いから一気に買わないとだってピエン。でもやっぱみんな同じこと思ってるからできることだよね、トレードできるのは。大変そう。なんか握手会の後ろの方でみんなやってます、公開しましょうって。花絶対言えないんだけど、絶対に無理、緊張しちゃうよ。くださいみたいなこと言ってるってことでしょ。あ、それは何々さん、何々ちゃんのカード持ってるんでみたいなこと。あ、交換所っていうのがあるんですね。へえ。すごい、みんな蓮の人とはただおしゃべりしとるだけだって。いいね、楽しそう、幸せだね。その日握手会の日ってだって推しメンにも会えるしさ、お友達にも会ってお話できるなんて最高じゃんね。もういつもありがとう肩くん、肩をポンポンってして今。優しい人が多かったって。お祭りみたいになってるんだ。あー、なるほどね、楽しそう。すごく握手会行きたくなってきたって。うーん、おうち握手会はいっぱい見てください。1億回くらい見てください。握手会いつもぼっちだって。いいんだよ、ぼっちでも楽しめれば自分が。でも花のファンの人みんな優しいから、優しいです勇気があればお話しかけてくださったら。優しい方が多いから、ぼっちだって。ぼっちでもね、十分に楽しんでいただけたら嬉しいけど。ぼっちでニヤニヤ抱きして帰るって。ニヤニヤのほど具合にもよるけど人見知りだよね。花も絶対無理だわ。もう女子でも嬉しいです、握手会ありがとうございますっていう感じです。本当に人と話せないって。いや、花もわかる、花も無理だね絶対に。てかその前に一人でも無理かもしれない、誰か誘っちゃう。握手会終わるとみんなニヤニヤしてるって女子と男子とどっちが多い、わかんない、どっちが多い、まあ男子じゃないですかね。でも女の子のねファンの方も結構多いんですよね最近。嬉しいです、ありがとうございます。みんな可愛い。だってなんか女の子のファンはなんか変みたいな、なんでそんな可愛いのみたいな感じ。みんな可愛いです女の子、しかも優しい。みんな是非握手来てください。皆さん行くだって来て、隣の霊見ちゃうだって面白い。握手会基本一人じゃないと集中できませんだって。どういうこと何に集中するの
面白い。ははわ、お肉美味しそう。高級焼肉、高級お肉食べたい。なんか焼肉でさ、こう13秒とかしか焼けませんみたいなお肉あるじゃないですか。あれ食べたい超高級なやつ、なんか13秒焼いたら美味しいですよみたいなやつあるじゃないですか。あれ食べたい。食べたことないよ、あんな高級の。いつも動画とかでね見てるんだけどねえ、食べたい。わかります、食べたいんだけど、もう口の中いっぱいでお肉いっぱいにしたい。卵とかつけたら絶対美味しいよね。そう、ブランチ見てる。わかる、だって12秒ね、トットットって。でも航空焼き肉ってなんか美味しすぎてすぐ満足しちゃいそうだよね。王様のブランチって福岡でも放送されてるんですか？されてますされてますよ。お肉の話3時間ぐらい話せるって。そのお肉に詳しい人の話聞くの楽しそう。聞いてみたい。座布団っていうお肉の部分食べたことありますか？だって、わかんない。なんかさ、名前を気にしてあんま食べたことないですよね。なんか焼いてくれるのを食べるって感じだった、昔とかは。本当になんかわかんない。でも今だったらタンとかはね食べたりするけど、ハラミ食べたいっていいね。肉焼けない人だって。いや、なんかメンバーと行く時は焼く人です。な、焼いちゃう。でも家族と行ったら焼いてくれるからって感じ。昨日お姉ちゃんが焼肉だったと。誰かと、お姉ちゃん焼肉なのいやっぱ足し入れちゃう、正座してた。会社の部下を高級焼肉に連れてったら予算3万円でした。だって、でも高級焼肉で3万円って、あーでも結構いってるのかな、わかんないわ。どのぐらいいたのか正座してる、ソファーの上で正座してるんだけどいいな焼肉、誕生日で焼肉だって。花はタンが好きです。タン、あぐらかいててすみません。だっていいですよ、みんなゆったり見てください。お腹空いちゃうよね。食べ物は高いほど美味しいということを悟ったって。まあそりゃそうだよね。でも安くて美味しいのもあるよ。違う違う、座布団の上じゃない、ソファーの上で正座してた横にいる白クマは。冷麺食べるために焼肉食らって。なんか花、昔本当に冷麺とか美味しさ全くわからんかったんですよ。なんでこの冷たい麺が好きなんだろうって思ってたんですけど、いや冷麺美味しすぎるよね。なんか初めて食べた時にもう美味しすぎちゃって、花も絶対今焼肉屋さん行ったら冷麺頼んじゃう思った。やっぱ舌って変わるもんだね。
大人になったら。はなちゃん、さっしーさん好き。はなちゃん、さっしーさん大好きだよ。鉄なリバイバル見てるって。いつのだ。今日はチーズチヂミ作ろうだって。わー美味しそう。海鮮チヂミとか美味しいですよ。でもほな、嫌いな食べ物もなくなっ、いやあったわ、全然あったんだけど春菊とか嫌いだった。春菊とか大葉もあんま好きじゃなかった。苦い食べ物は苦手ですね。小さい頃はキノコめちゃくちゃ食べてたけど今は苦手だって。なんか小さい頃にめちゃくちゃ食べてたものを嫌いになる説結構あるらしいですよ。パクチー食べれないわ。花春菊はね、ウェーってなっちゃうあとあれも苦手、ひよこ豆今思い出した、ひよこ豆も苦手で、あチョコミント、あ結構あったわちょっとトマト食べれないの、あんな美味しいのに。フルーツトマト食べてみてほしいな、めちゃくちゃ美味しいから、甘くて。フルーツトマト今食べたいもん。ゴーヤもあんま無理だな。銀杏も昔は食べれなかったけど今食べれる。あ、みょうがも無理です。みょうがも無理でした。トマト美味しいのに。フルーツトマト美味しいから、本当に普通に食べたら美味しい、めちゃくちゃ美味しいので。きゅうり世界一嫌いだって。きゅうり嫌いな人多いですよね。きゅうりは美味しいですよ。あ、なんか、あ、全然あとは嫌い、嫌いっていうか食べれるけどあんま好まないっていうのがある。なんていうの、味がさ、こう濃厚なものがちょっと無理なんですよね。例えばウニとか、ウニがねちょっと濃厚、ホタテとか、あとはなんか濃厚な食べ物がねちょっとね苦手なんですよね。震えるなんかってっていう感じです。わかります、ウニ。だからね、ホタテとかもあんま食べれないんですよね。なんか牡蠣は、そのお鍋に入ってる牡蠣は食べれるんですけど、生牡蠣も食べたことなくて、でお母さんがこの間昔なんか買ってきてくれたんですけど、どんな味って聞いた時にちょっと濃厚かもって言って食べれなかった。無理だね。サザエは食べれるよ。刺身食べれないって美味しいのに。あ、サザエね、苦いところもあるけど、でもなんか食べれる。燻製サーモンまずいだって。まずいって言っちゃってんじゃん。いくらは食べれる。まあでも好んでは食べないかもしれない、あんまり。納豆は好き、大好きです。ベーコンがダメなんです。で、ベーコンダメな人いるんですね焼肉の話したりお寿司の話したり忙しいね。あ、そうだ、明日でさ、ほらドラフト2期生会、ドラフト会議から5年ですって。やばくない？6年目ってこと思う。わー、サンマは全部食べれてなかった。あ、サンマ食べれる、全部。なんか食べれないところがあるの知らなくて普通に食べちゃったってやつ、なんか苦いなとか思いながら、でも美味しかったです、めちゃくちゃ。ありがとうございます。もう5年だなんて早いよ。もう5年はさ、
郊外にいるってことですもんね。って思ったらすごいわ。すごくない？わ、たくさんのハートありがとうございます。5年ってあっという間ですね。もう小学5年生ってことですよ。え？小学5年生が終わったってこと？どういうことだ？これから小学5年生ってこと？今が小5だって。6年生だ。やばいね。あ、あつ森だ。なんで小学生例えるんだって。なんとなくなんとなく。懐かしいですね。あっという間ですよ本当に。6年目も頑張りましょう。ねえ、遠足行きたいわ。遠足ってさ、なんであんなウキウキするんだろうね。遠足に行く前日ってマジでさ、ウキウキ止まらなくない？ねえ、めちゃくちゃウキウキするよね。ちょっと、うん、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫なのかしら、これは。うん、よかった、大丈夫です。大丈夫でございました。音出すタイプですね。お菓子買うのワクワクするね。わかるわかる。バナナはおやつに含まれますか？花は含まない。あ、含む。含むことにしよう。でもさ、実際バナナ持ってくる人あんまりなさそうだけどね。って思わない？なんかバナナよりさ、お菓子買っちゃうよね。アイスはどんだけ食べてもいいです。アイスは許す。遠足に持ってったらバナナ生ぬらくなったって。面白い。まずそう。はい、お弁当枠で確かにバナナ持っていけばいいよね。買ってったお菓子友達に食べられたって。お友達、自分の食べなさい。面白い。あー、わかる。ガムが3つあって1つだけ酸っぱいやつね。わかるわかる。あのも買ってた。もう酸っぱいやつってマジで酸っぱいですよね、あれ。松岡花さんはおやつに含まれません。人間です。よいしょ。わさび味もあった。確かに懐かしい。駄菓子屋さん来たもん。
箸忘れて枝で食べたって。やだー、ママ忘れないで面白い。ポッキンアイスって何？初めて聞いた。宮古昆布好きですって。美味しいですよね宮古昆布。でも宮古昆布食べようとするとさ、なんか臭いってなるよね美味しいのに。でもなんか今選ぶお菓子とさ、前選ぶお菓子と全然違うんだろうなと思う。めっちゃ昔何が好きだったかな、タラタラしてんじゃねえよとかめっちゃ買ってました。美味しい。あれあとなんだろうな、何が好きだったかな。でもその 3つ入ってるガムもめっちゃ好きだった。あ、ガブリチュー懐かしい。食べて必ず買ってたね。サワーペーパー美味しいよね。わかる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 。あのヨーグルトはね買わなかった。全然なんかありますよねちっちゃいやつ。シゲキックス懐かしい。うわ、なんかシゲキックスってさ、やっぱそういう時にしか買わない気がする。わ、懐かしい。それだけでも遠足気分味わえそうだねなんかわ、懐かしいね。今日はなんだか食べ物の話ばっかりしてましたねそろそろ終わりにしようかなと思います。1時になるので。なんか急にまた言ってしまって申し訳なかったんですけれども、明日も多分12時にすると思います。お昼の見に来てくださったら嬉しいなと思います。多分そのお昼に握手会、お家で握手会もあるので、皆さんそれを見てから花のショールームに来てくださいということで今日は土曜日ですが、まだ半日あるのでゆっくりしていただいて、これからお仕事の方は頑張ってください。じゃあランキング読みます。13位コウジさん、ありがとうございます。12位メイさん、ありがとうございます。11位キララさん、ありがとうございます。10位ヒデアットマーク北海道さん、ありがとうございます。9位台湾のジョーダンさん、ありがとうございます。8位ノンノンさん、ありがとうございます。7位ピースのおっさんさん、ありがとうございます。6位トシちゃんさん、ありがとうございます。5位チキンモッコシブダ、チキンモッコシ、あ、変わっちゃったよ。読んだかな、ちょっともう一回か、どこまで読んだか忘れちゃった。10位台湾のジョーダンさん、ありがとうございます。9位のんのんさん、8位としちゃんさん、7位アントさん、ありがとうございます。6位ピースのおっさんさん、ありがとうございます。5位チキンモッコシプラクチョルオッパヤーさん、ありがとうございます。4位ヒサさん、ありがとうございます。3位ハリさん、ありがとうございます。2位ノッツさん、ありがとうございます。1位ニッシーアットマークハナちゃん激推しさん、ありがとうございます。では皆さん明日また会いましょうということで、今日も見てくれてありがとうございます。博多弁でバイバイしてだって。博多弁でバイバイってするとどうやってするの、え、どうやってするの、わからん。バイバーイ。